どうも。どうも、チェヌインです。どうぞよろしくお願いします。終わった、マジで。終わった。もう俺が、てかな、言っていい、マジで。これ言っていい、本当に。俺頑張ったよな、マジで。な、誰も言わないなら俺が言う、本当に。俺めっちゃ頑張った、本当に。おー。終わった。もう、絶対逃しちゃいけない。逃しちゃいけないところ。誰だよ、古賀慎ちゃんって。誰でも柔道家かよ、もう、マジで。もうか俺なぁ、めっちゃ頑張った。俺と飯田先生めっちゃ頑張った。おー。本当に、マジで。おー、終わった。3342日連続、3341回目、そんなに言ってますかみたいな。そんな、教授やってたよ、これ。何を君見てるんだよって、これマジで。おー、1日目ですよねってことで、マジで。間違えなかった、もうめっちゃ、めっちゃ、ダバ、誰がダバだよ、これ。いや、名馬だ、名馬、マジで。おー、もうちょっと、もう、いや、いけてた。おー。本当はもう、あれだよな、マジで。再来年のダービー？まあ、俺ちょっとダービーオーナー？おー。目の前だったよなっていう、マジで。おー。今日の価格で買えないのは、単にお前がこじきだな。こじき関係ない。ただの貧乏人って言ってもらえませんか？みたいな、これ。おー、マジで。おー、そうそう、マジな、なんか、ちょっとなんかショックウェーブが、なんかショッキングみたいな感じになってたんだよ、これ。江戸春美かよ、みたいな、マジで。そうそう、オータムの件。ま、もうちょっと待って、忘れない。スマイネ軍団、こんな大事なこと忘れていいわけわけっていう、これ。おー、社代さんが格安してた。だから、社代さんだけでは買いませんよね、みたいな。おー、そもそもオータム出てる社代さんってどうよ、みたいな。おー、昨日放送見てねえからわかるんだ。昨日の放送から見直してください、みたいな。おー、兵庫県馬無し協会の誰かをめんで、ね。まあ、それはね、まあ、補助金出てますよね、みたいな。そうそう。クソ、マツが狙った。結局、いくらで落とされたのか。言ってやろうか、マジで。もう言って、そのな、ちょっと、涙ながらの、ちょっと物語言っていいか、マジで。今回の。今日はダバしかいなかったからやめてよかった。いや、そんなことないね、マジで。そんなことない。いいか。もう、まず、みんなからもらったリスト。それか、まあ、今回、ちょっと、まあ、俺が、まあ、ちょっと独自に加えたリスト。もうさらに、まあ、飯田先生の推奨馬合わせて、まあ、最終チェックを現場に行ってもらったわけだよ、マジで。名馬のなんか文字が違う、これ、漢字が。迷ってどうすんねん、みたいな。オータムより元カノとより戻すことになった。元さやか、みたいなね。おめえっていう、これ。そうそうそう。いいじゃん、お前が。なんなんでお前が貧乏なわけだして、知ってる、それ。別に改めて言わなくても、みたいな。そうそう。明日買うか買わないのか。まずは、バカやろ、マジ。今日も買う気だった、マジで。今日も買う気っていう、これ。そうそう。ジャパンクラスのクソ馬、これ。だ、そんなもんだったら誰でも買えるわ、これ。主張になってるやついっぱいいるだろう、みたいな。そうそう。チャットウィンドウが異常な、マジで？チャットウィンドウ、もうそれはね、俺に言われても、ちなみにな、ちょっとまず、みんな先には、ユーストリームのアーカイブが消えます。11月ってもう全部消えるんだって。な、過去10日以外、みたいな。なので、今のうち皆さんね、保存をしといてくださいっていう、そうそう、何や。マジ、ほんとな、言っていいか、マジで、これ。おー、えー、買う、いや、買う詐欺じゃないから、これ。誰が買うがいれんだよっていう、これ。そうそう、前、初めまして、間違ったらすいません。もしかして、スマイネル党の党首ですか？ 1、2、スマイネル、誰がマック赤坂だよ、これ。誰がマック赤坂だよっていう、これ。そうそう、はよ、5クラスかも、もうちょっと上行きたいみたいな、これ。どっちが、これ、カンセルドっていうね、何や。おい、クズ、ゴミ、影、松の今日の講習、何、高速教習行ってきたけど、すげえ怖かった。当たり前だろっていう、それ。俺、高速教習寝てしまった。で、教員に怖いって言われたみたいな、これ。ハイフン MU ってことでね。そう。てかさ、大原さんの込み4周年だから、そっちの見出しは、俺の配信やらせてもらえませんかみたいなね。そう、ちょっと誰でもできることは誰でもやってよ、みたいな。そうそう。さっさと、もうな、言っていいか、マジで。そう、みんなの、まあ、リストをいただいたものから、飯田先生のそのね、総合的な意見も加えて、言ったのが、169。それから207。どっち行こうかっていうのをまず迷ったんだよ。飯田先生と。どっち行こうかって。保存するとこは真っ先に消去しましょう。そう。勘弁してよね、みたいな、これ。そうそう。何や。どっちが好みとか、これちょっと後で、ちょっと一旦保存しとこう。ちょっと今、とりあえずね、話をさせてくれっていうね、これ。そうそうそう。っていうか、まずその2頭で行きましょうと。マジで。169と207な。で、まず169の、まあ、アドマイヤ
マックスか。俺誰か言ってきたか分かんない。まあ俺的にはそんなね、ちょっと血統は、まあノーザンダンサー 3×4 かみたいな、まあ奇跡の配合かみたいな、おー、まあ悪くないけどな、どうすんのみたいな、おー、感じしながらも、なるほどねと。まあまあいいでしょうと。おで、まあもう一頭の2万7俺がね、もう本当にずっと、まあ目をつけたのぼちゃん。おもうずっとのぼちゃんみたいな。そうそうそう。おえ、どの馬に、なん、ちょっと待って、こっち、なんか言われる多すぎる、これ、正解はこっちですね。どっちですかみたいな。ちょっと待って。おそうそうそう。おで、この天気で高速教室なんて待つのくらい。頭が湧いてる。どういうこと？俺に文句言うな、マジで、これ。なんか自動車学校にね、ちょっとクレーム入れてください、みたいな。そうそう。おほんでよ。おその、あ、まあ、とりあえず、アドマイヤマックスから、じゃあ、行きましょうかと。先生が、まあ、そこまで言うのであれば、もう、ちょっと、そっちから、まあ、じゃあ、行きます。まあ、てか、順番だからね。順番だから。うん。お前の270万の馬も落とせない。270、バカ野郎、ちょっと、それ、アドマイヤマックスの方だよね。だから、ちょっと、まず話を聞いてくれってね。そう。おほんで、先生ね、この際、どっち行きましょうかみたいな。ただ、先生もね、迷ってんだよ。飯田先生もね。おなんでそんなに臭いの？それ、大衆。お風呂入らんからだよ、それ。そうそう。で、迷ってるわけ。どっち行こうみたいな。おで、わかりました、先生、みたいな。おまあ、ちょっとね、いわゆる、まあ、ちょっと先生もかなり前回のね、ちょっとサマーセールで落としてなかったので、ちょっとまあ、いわゆる恐縮しちゃって、緊張してたから、ちょっと、まあ、雰囲気をね、ちょっとね、まあ、ちょっと、朗らかにする上でも、先生、ちょっとね、僕に、妙案があるんですけど、聞いてもらっていいですかみたいな。おこれちょっとね、まあ、いわゆる、ちょっとしたね、ここで一発ギャグを入れようと思って、先生、ここは、2頭行きましょう、2頭。おう。2頭行っちゃいましょうって言ったけど、まずね、こうちょっとリラックスさせるみたいな。そしたら先生が、なるほどですね、って。いい、って。いや、いや、って言って、そこでだ。おう。そこで、いや、先生、今ちょっと、ギャグなんですけど、っていうのを言ってしまうと、ちょっと、馬主の視点の品格が、ちょっと、落ちてしまうみたいな。270万円。だから、聞けってちょっと話しようって言われて。おう、ちょっと、そこね、罰はやめて、ちょっと、おう、207小さいじゃんか。いや、違うんです。それはね、ノボジャックだから、そこちょっと話を聞いてくれっていうね。そんな。なんだよ、リアルキングボンビって。キングいらないの、これ。リアルボンビみたいな。そうそう。おう、お前、前回のセリ終わった後、最初から落とす気、全力でいけといて。だから、だけれどもさ、だけどだろ、これ。おう。そこで、とりあえず、じゃあ、まあ、200、200で落としに行きますか、みたいな。まあ、ノボジャックの150の台付けだったからね。おー。まあ、今ちょっと、やべ、200、200で、とりあえず1等は、ちょっと誰かになすりつけようみたいな。誰か売りつけようっていう、まあ、そういう案で、まあ、ちょっと俺の中でとりあえずもう言ってしまったんで、じゃあ行きましょうっていう。おー。ほんで、まあ、とりあえずアドマイマックス行ったんだけど、まあ、270みたいな。おー。で、あー、ちょっとも、まあ、俺もちょっとそんなに、なんでよ、このコラハゲ。なんで怒られないかんねんっていう、これ。そうそう。そんなに乗り気じゃないっていうのも、ちょっとまあ、あったかなかったかみたいな感じなんで、まあ、とりあえず、250ぐらいまで競ったんだけど、まあ、ちょっと超えられたみたいな。おー、マジで。200、200。だから、いや、ダバじゃないから、マジで。おー、マジで。ダービーワンツーだから。おー、ありえるから、マジで。何が、お前の作戦ミス。それは、そのもう結果論だよ、だからそこは。おー、ただ、こっからがドラマ、マジで。おー。まあ、1等になったわけじゃん、これ。ないし、俺、ラッキー。そう、野球あった、よかった。2等勝ったらどうしようと思った。そういう感じね。誰が、新生を稼いって言ってんだよ、これ、何回も、これ。何回忘れんっていう、これ。そうそう。ほんで、よし、これでもう、やっと落ち着いたと。で、2万、先生ね、いや、先生、そんなね、責任をね、感じなくていいですと。ノボジャック行きましょうと。ね、前回もやっぱり、全力でやったノボジャック、400万、一声落とせませんでしたね、と。今度のノボジャック、もうこれね、多分ね、ノボジャック、しかもね、これ、上場名、ノボちゃん。おこれ、マジで、ご縁ありますよ、飯田先生、みたいな。おう、飯田先生もこんな貧乏にと、一緒だったら貧乏になるから、どういうこと、どこでアドバイスとんねんって、これ。どこで、ケイバ、神社に行け、あ、どういうことね、これ。何の CM だよ、これ。おケ、ケイバって、これ。おなんか、バーミニアンとかね、サウスビグラスとかね、ノボジャックの子、この間、2歳500万したかって、そう、かなりシンバも500万したもん。まあ、短いターと、かなりスピードあるよね、みたいな。そうそう。はじけレモンの香り。キアレモネード、シャキ、マーベラス調子いいです、みたいな。そうそう。何が。新一王家ってなんでだ。新一は火星王家。ちょっと文字が足らないっていう、これ。そうそう。まだ今日はね、今日のところはただ働きまたさせてしまったんだけど、そこでだよ。いや、ドラマあったんだよ、マジで。飯田先生もこれ全力で行きましょうって、マジで。もう飯田先生止めても無駄なんで、マジで。おう、絶対落としましょうねって言って、まずは、先生いいですか？まずは、とりあえずこれ150の台付けなんで、
50万から行きましょう、みたいな。50万から行きましょうってね。で、こう、まあ、とりあえず、まあ、これ、207番、ノボジャック、ノボジャック、父ノボジャック、上場名、ノボちゃんです。かわいい、まずかわいい名前が。まずかわいいみたいな、ね。ノボジャック買ったらスマイルジャックするわけないだろうって言われたら、登録できんわって言うとね、その、しんちゃん、わこちゅうぽ。ボケハゲはこれ、呼ぶんだろ、ボケハゲはこれ。高須くんにくはシンバの番名却下されて、マルシャメルって言ったから、高須にも、だからね、もうちょ、商標とか無理って言ってるのね、無理に決まってたのみたいな、これ。そう、いうことで、まあそこでね、もう貧乏松の全力どういうことだ、だからそこは俺もね、ガチで行くからマジで。おー、何が、なんでね、いや、基本なのそのね、下から入るのはマジで。おー、下から入るのは。おー、だから、まずは50、ね、元気よくね、飯田先生に50ってあげてもらったんだよ。おー、そしたらなんと、司会者に無視されました。おー、無視されて、その2秒後ぐらいに、普通に150っていうね、おー、入札が入ってしまうという。おー、まあそれの、とりあえず150スタートでみたいな。おー、マジで。まあ、ただ、ちょっとつまずいたけど、でも全然ひるまないよ。全然どんどん行ってください、みたいな。どんどん行ってくださいと。で、160、170、で、180、200、220、250、まだ上がる、まだ上がる、あれ、あれ、みたいな。でも、絶対落とそうと思って、もう先生、どんどん行って、どんどん行って、みたいな感じ。で、問題が280、300、で、もう320、330、みたいな。どんどん上がってくる、どんどん、でもね、俺全然ひるまない、マジで。先生、行って、行って行って、みたいな。で、400、今度は、もう絶対俺は学習したから、前回400っていう一声が俺が遅れたから、先生もう先、もう400行ってみたら、400行ってみたら、で、400、来た。まだ来る !400 中 !420! で、先生、いや、先生がもう、先生がもう、いや、先生行っていや、先生がもう、で、430万円。もうなぁ、またしてもちょっと先生との呼吸がちょっと合わずに、まあ、落札できずっていう、もうこれ以上はもうちょっともうそうだ回収できないんで、ちょっともうもうこれじゃそこまでのもじゃないんで、もう430万円っていうね、マジでドラマあっただろ、マジで。おう、本当に、何が、失笑だよ、失笑50万で。おう、そんな無意味に先生恥かかすから、落札的。だから、競ったよね、俺頑張って。おう、誰がオークションコントだよ、これ。おう、と、たつさま、とか、まじ、ダバ返す、どういうことだね。ダバじゃないから、マジで。おう、ノージャックで、マジあの血統、馬体もね、もう筋肉の塊みたいな。おう、マジで。毛根関係ないだろ、これ。毛根関係ないだろっていう。お前が、たかが30万上乗せするら払えないとか、馬主は。だから、そこは俺は行こうと思ってた。ただ、飯田先生がもう本当にそれはちょっとその他で回収できないんで、マジ無理みたいな感じになってしまう。前回と一緒、前回のオジャクと、オークションの神様に、栄光あれ、どういうことやねんって、これ。俺に振ってこいよっていう。それが馬主の企業。違う、それはもう飯田先生が俺を止めて、ちょっと止めてくれたっていうね。俺がもうちょっと熱くなってみたいな。松に買われたりするんでよかったぞ。どういうことや。まあ、ちょっとね、とりあえず行く末は見てみたいな、このノボちゃんのね。そう。回収できなくても、お前が投稿さんなら買え。だから、投稿さん回収できてるからね。だから、そこまでの馬ではないですよ、と飯田先生が言ってくれたわけだよ。お前がつまらないことを言う通り、砂が失笑するのじゃ。どういうことや。だから、50ってとりあえず言ってるってこれ、マジで。そこちょっとね、その融資をちゃんと見てくれ、みたいな。やる気はあったみたいな。どこに見どころあったんだよ、50万って言ってる時点。いや、だから、台付けが150なんで、とりあえずちょっと下から入るのが、まあ、基本みたいな。マジで。残念だって。ありがとうって言うね、これ。ちょっと、それ、一個一個ちょっと、まあね、あと、一個一個見るから、みたいなね、これ。いうことで。投稿内容で1000万だ。だから、1000万の馬ですかっていう、そこの部分まで考えると、そこまでじゃないよねっていう。買えなかった馬よりも、明日の買うも、だからね、今日は、ほんとみんなすまん。ちょっとね、そういう、奮闘はした、マジで。奮闘はしたんだよ。ただ、ちょっと小屋さんに開きがってことで、マジで。あと、ちょっと飯田先生との呼吸が、ちょっと最後乱れてしまったってことで、マジで。残念ってことで、今、飯田先生は、もうやっぱ止めてくれたっていう。よくもう毎回ダバ、クソダバ買おうって言ったら、どこがダバやねんっていう、マジで。今、見とけよ、その後な、この活躍をっていう、松野のマウンじゃ回収できない。俺のせいか。俺が買ったら全部ダメじゃねえかっていう、明日最初から400万ペース。いや、だから、馬によるんだよ。
馬によるんだよ。ただ、ちょっと明日の台付けは明日の朝なんで出ないから、今の時点で何とも言えないんだけども、馬によるんだよ、だから。他の馬でマイナスも取り返す予定の馬なんて、そういうこと。だから、そういう意味でも中途半端な馬は買えねえぜ、というところだよな。他の馬もマイナス取り返す予定の馬なんで、それ読んだっていうね、信者ズボンの着火で、なんで知ってんのっていう、これ。てか、チャックついてないみたいな、これ。寝巻きですっていうね。そろそろ臭い顔見せば、コントロールしいってことでね。どうも皆さん、自分でどうぞよろしくお願いしますってことで 残念、無念。俺が狙ってたのぼちゃんは、他の馬主さんに落札されてしまいました。きっと明日は、なんとか馬を落札。何これ、ちょっと。じゃあ、お前の店で海鮮餅買ってなかったんだ。俺のせいですか。どうぞよろしくってことでね、これ。ガチャ。なんなんだよ、一体マジで。俺のせいで海鮮。もう、ハープ残念だったねってことでね。何が。元気ねえよ、マジで、これ。どこに元気あるんだよって、これ。いうことで、ちょっとコントラルあると。ちょっとデスクトップってことでね、ちょっといまいちドットコム開いてなかったっていう。おー、そうそうそう。っていうかな、マジで、ちょっとこれ、なんかね、ちょっと画像が来てるんで、ちょっといまいちも開くんだけど、画像チェックってことで。おー、これがいらんのよ、いつも言う、これ。なんでこの右端にこれいらんの、なんでこれキャバ嬢は、これ。おー、こっちだ、こっち、ま。メイン画像がね、ちょっとずれておりますね、これ。ちょっといいね、これ、ちょっと。これは、正直、ちょっと顔がちょっとぼやけ、このな、くるりんぱみたいなのが嫌いなんだよ、俺、これ。このくるりんぱみたいなのが、これ。おー、な、天パみたいな、天パ嫌い、これ天パが、ちょっとこれなしっていう。これだ！お、ちょっと、おい、いいじゃないか、もうちょっとこれ、もう、なんか、チェルインターン、今日ののぼちゃんの代わりに、私を買う、全然買う、100万でいいですか？みたいな。日本、なんなよ、これ、マジで。何が日本のかね、松野が競り負けた相手は、兵庫馬主協会様ってことで、ま、いや、そ、え、マジ、え、どれが？俺が競り負けた馬って、兵庫、え、マジで？え、ちょっと待って、そこ見てみよう、これ。それないだろっていう、これ。取引ストックを。ちょっと待ってよ。これか。なんだよ。愛知の、バカ、ちょっとね、豊橋をね、バカにしないでよね、みたいな。169でしょ？ 169。違うよね、これ。あとは？ 207。のぼちゃん。びっくりした。それだったらマジで、どこの馬主だよ、みたいな、マジで。何が？ブスすぎ、君たちはブス戦なんだよ、何回も言うけど、これ。何が？ベラオ顔、なんだベラオって、これ。なんかカエルみたいな顔が好きだよね、っていう。マッサージしてるから、ちょい、どういうこと？マッサージをしてる。この女子が彼氏みたいな、羨ましいな、これ。ジェニーさん、釣り目のコース。まあ、釣り目というか、とりあえずそのね、まあ、メットの目の間が離れてる方がいいよね、みたいな、これ。知念里奈はちょっと行き過ぎなんだけど、この離れて、1対1.6対1みたいなね、それも多いみたいな。これ、まあ、とりあえずね、兵庫県どれぐらい落としたみたいな。兵庫県、1等、2等、3等。3等か。230万、220万と、180万と、150万。ああ、まあまあ、いいラインを落としたもんね、みたいなね。これがとりあえず狙ったものはなかったか。ちょっと待って。88のグランド虫取りか、これ。これちょっとね、先生もう一回見てもらおうかな、これ。88は一応狙ったのに、ちっちゃいって言われた。いいから明日狙ってもらおう。ちょっとね、行こうか、マジで。何が。ゴールドブスター、ハープブスター、ブスターウェイって何、どういうこと、凱旋門賞にかけてみました、みたいな、これ。明日の話しようか。未来の話しようね。後ろ向きの話はね、したくない、みたいな。ちょっと待って。リストを一回出す、リスト。リストを出しますよっていうね。で、明日どの馬行くんだよ。もう枕。枕は嫌い。どこだ、枕って。ちょっと待って、行くぞ。だからちょっと多めに、一回ね、まあ、まさかの俺1日目で決めるつもりだったから、のぶちゃんに決めるつもりだったから、あんま2日目見てなかったんだけど、もう一回見直した。抽選当たったら、ハゲちゃんもいける。ハゲちゃんってどういうことだ、これ。のぼちゃんだろうっていう。何が、真面目な話するよ、だから、めっちゃしてるよっていうね、これ。ちっちゃい松のチップ。バカよ。大きさには自信ありませんが、造形美には自信ありますっていうね。いうことで、とりあえずちょっとね、88、この宝船はね、もう一回飯田先生見て、なんと、いいか、ちょっとな、これみんな言うなよ、マジで。宝船の2013、これね、4分の3、4分の3、名勝マンボ。
マジで。うん。4分の3名称マンボだから。これの一人ちょっと最上級チャンスあるな、これ。ちょっとこれ、一応置いときますっていうね。これ、まあ一応未来の話ってことね。そうそうそう。今来た松の死ね。どういうことやねん、これ、マジで。挨拶が死ねってね。そうそうそう。いうことで、明日のじゃあちょっとね、見ていこうか。7日の上場検索。そうそうそう。これな、前日の夜にさ、もういいじゃんね、これ。台付け出してもさ、なんで出さんのやってるね。そうそうそう。まずは、これな、ちょっとまず意見欲しい。272。272。ジャイアントレッカー。スピードがなぁ、ないと思うんだけど、普通に。ちょっとこれ頭見えないけど、これ、これ。速尺はいい、かなり。ちっちゃい、松の心は、俺は心はね、まあ、ちっちゃいとかね、広いよ。まあ、君たちの、こういうね、心ない書き込みもちゃんとね、受け止めるぐらい広いよ、みたいな、これ。そうそうそう。ちょっとね、速尺はいいんだけど、ジャイアントレッカーってスピードどうかな、みたいな、これ。顔が割れて映って、どう思ったね、これ。パカーン、みたいな、パカーン、みたいな、これ。そうそう。買えるわけないじゃん。最低でも500万用意してくる。宝船。だから、ね、宝船ね、台付けがそもそもこれ300で別にこれで、普通に主取りだったわけなんですけど、これ。全然買えた。普通に、だから、希望小売価格300万ぐらい、確か。だから3秒出したら買えるんだけど、そこ待ちじゃないよね、みたいな。だから再上場で安く買うっていうのはあるかもしれない。そうそうそう。ジャスパークイーン。ジャスパークイーンって俺だよっていう、これ。そうそう。そんな悩んで選んでも松を買うとたまない。だからそれを言うな、みたいなね。そう言ったらおしまいだよ、みたいな。そうそう。門別ならまだしも、その中でジャイアントレッカーも。ジャイアントレッカーってどういう感じなの？やっぱり、スピードない感じ？出しない感じ？やっぱ小回り無理なのかな、これ。速尺。基盤、君、下ネタかよってよ、これ。そうそうそう。バランスないけど、ちっちゃい。いや、でかい。でかい、これ。もう、ちっちゃいのは、鈴鹿マンボね。そうそう。ジャピョンで懲りてる通り、短距離しか走れん馬は基本的に厳しいスピード重視なの。マジで。いや、長距離。まあ、基本的に17とか。そうそう。ジャイアント転換っていうから、ね、ありがとうございます。まあ、これは、俺見たんだけどね。そうそう。なんで昨日馬券放送って、まあ、凱旋門賞やったんだけど、それちょっともう、しんどくてしんどくてみたいな。もうね、ダミングをむさぼってしまったみたいなね。そうそうそう。まあ、こんな感じね。で、まあ、地方の、ダート。これ世代別で見た方がいいか。世代別で見ていって、地方のダートだと、どれだ？どれだ？これか。さら地方。そうそうそう。門別走ってるのを見る限り、17でぼちぼち走ってるイメージがない。まあ、そういう感じ。そういう感じ。だから、このね、ちょっといいのが、母系がね、割とね、中央で普通に、二頭とも勝ち上がってるんだよ。で、まだ若いしっていう。そうそう。昨日の見損れた際。再放送してとか別に録画あるから、それを見てごらんなさいよっていう、これ。そうそうそう。番組的に、ねっていうね。何のことやってこれ。そうそう。でかい。いや、でかい、でかい。でかい。ただね、スピードがね、ジャンプレックあるのかなみたいな、これ。そうそうそう。で、これか、さらの地方。生産頭数が、これだけに対して、また、勝ち上がりで言うとね、まあまあなんで、まずまず。まずまず。馬格はめっちゃある。めっちゃある、マジで。そうそうそう。で、どこだっけ、パーセンテージ書いてあるの、これ。さら系、総合で見たらいいのかな、これ。あれ、どこで見たら、総合、地方で見なきゃいけないの、これ、地方で。出走頭数27トンに対して勝ち上がりが18。だから半分は勝ち上がれてるんだよ、これ一応ね。一応半分勝ち上がる。まあ、この2011はちょっと少ないけども。そうそうそう。なんか秘めて一発ありそうなパターン。なんかね、いや、上品なね、これはちょっとね、後ほどっていう。そうそうそう。とりあえず上品な、まあ、たたずまいというか、これでかいからね、しかもバランスでかく取れてるっていう。そうそうそう。門別でそれなら、そうなの、小回りは基本的。いや、そう、基本、それはね、分かって。小回りが合うような感じではない。やっぱでかいしね。ただ、なんだろう、パワー不足ではないことないし、まあ、とりあえず兄弟が、ちょっと見る？ブラックタイプ。ブラックタイプ見る限りだと、ちょっと待ってよ。これか？ジャイアントレッカー。ブラックタイプ見る限り、兄弟が、まあ、黒船とフレンチデュピキだけど、まあ、普通に中央で勝ってるわけだよ。ほんで、まあ、なんとか、どっちだっけな、どっちかは、障害レースも勝ってる。だから要は長い距離とか、まあ、パワーはあるよね、みたいな。そうそうそう。松野の、じゃあその半分を掴み取れる気が、どういうことみたいな。俺だとなんでダメみたいな。で、あとは、やっぱこのストームバードと、まあ、ニジンスキー、このニックス。
おニアリクロス？あ、いいよな、みたいな。ダートは合う。うん、ダート合いそう。マジで。お右前足に変な。どこだよ、右前足変ななって、これ。どこに？ほんまや。ほんまや。まあ、これちょっと、穴というかね、こういうなんか、うん、なんか皮膚病みたいなのあるよねっていう。そうそう、そう、出来物みたいな。そうそう。平均に300ってとこじゃない。そう。だから、もうな、あんまり選びすぎると今日みたいな結局なるから、これが、ね、例えば100万台とかで、普通にこれいけたら、ありなんじゃないかな、みたいな、これ。そうそうそう。サンドピアイスかな。懐かしいな。懐かしいなってね、これ。そうそうそう。だ、ここを、まあ、その兄弟も走ってますと。で、ジャイアントレッカーに対して、まあ、このストーンバードとニジンスキーを、ニアリクロスだし、まあ、そんなにダメじゃなくこともないかな、みたいな。ただ、高い場合に追いかけていく感じじゃないと思うけどね。そうそうそう。3台歯が G1 馬ちゃん意外と、そう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 。だから、兄弟走ってる安心感あるよね。で、しかも3投目だし、そうそう。なんでこれ諦めようとか、マジでこれ。全部変えるかって、これ。嫁というんだ、その、あ、なんて、あ、そうなんだ。そうなんだ。詳しいなっていうね、そうそう。ダートは一緒だけど、絶対的なスピード不足、2戦目で活躍するイメージ。そう。だから、2歳戦で活躍するイメージ、まさにそれはもう俺もわかってる。マジで。だから、そこがちょっと不安。でも、兄弟は、中央のダート勝ってるから、そこのスピードはあるのかなみたいなね。そうそうそう。たまものダートバーぞろいでいいじゃん。いいのかなこれ。うん。いいのかなこれ。ダンスの、まあ、ダンスというか、そのニジンスキーと、このストーンバードの、まあ、ストーンキャットな。うん。ダンスとストーンキャット、これ結構ダートの成績いいから。この組み合わせね。だその辺もあるし、これ結構、まあ、その大きく狙えなくても、割と、で、コツコツいけるんじゃないかみたいな。マジで。そうそうそう。それを親指の、あとだろう。あ、なんか、そのね、退化しましたみたいなね。そうそうそう。某製薬会社の美白クリーム使ったんじゃない。その、なんか、なんとか白みたいなね。そう、白くなっちゃったみたいなね。そうそうそう。松野も、そう、あの時、ハゲイチ、誰がハゲイチ、なんでハゲイチとっとくんだ、俺一人で上場しなきゃ、誰が落札すんねんみたいなね。1000万みたいな。あ、どうぞどうぞ、みたいな。そうそうそう。だから、これ、意外と、ただ、確かに、その300万以上とかね、まあ、200、もう200万以内に収めるぐらい、あと、井田先生にちゃんと見てもらってっていう上だけども、割と血統的にも面白い。マジで。で、兄弟、まあ、黒船とフレンチリブって比べるのは、どうかと思うけど、まあ、でも、ジャイアントレッカーでも、このストーンバードが生きてくれば、割とこう、いけるんじゃないかなっていう。そうそうそう。で、まあね、三大半サンドピアリスとか、タマモストロングとか、まあ、知らんけどね。そうそうそう。あるし、みたいなね。そうそうそう。いう感じで、割とちょっとこれは、まあ、最初の一発目として軽めに行くのは、ありかな、みたいなね。100万台でやっつけたんなら、全然ありかな、みたいなね。そうそうそう。で、次が、364？ 36、え？ハゲヒールなんでそれ？ハゲ、えー、36、364、364。364。これでちょっと血統しかないんだけど、馬体がないんだけど、むしろだからそこ狙い目かなっていう、ゴールドヘイロー。だからこれは速射も出てないから、とりあえずもう、でかければ行くみたいな。そういう感じ？まあ、ミスプロにバックパサーっていうね、ダートオッケーみたいな。そうそうそう。まあ、兄弟が、ぼちぼちって感じだからね、その辺どうかなっていうのはあるけどね。ここもジャイアントレッカーがいる。ジャイアンテッカー、まあ一応まあ一回勝ってるねみたいな、そうそう。B 級でうろうろしそうな雰囲気プンプンなら、そのジャイアンテッカー、全然いいよみたいな、B 級だったら全然 OK みたいなね、そうそうそう。ハゲババ、どういうことやねん、どういうことやねんみたいな、そうそう。281？ ちょっと見てみようか。リョク、ディープスカイね、俺ディープスカイあんまいいイメージないんだよな。馬体はいいんだけど、なんだろう、なんか足りないんだよね、このディープスカイって。マジで。ティップサイトエンドスイープだっけ？それはあれか。アドマイヤムーンか。なんだ、なんかね、あんまりいいイメージがないっていう。なんだろうなっていうね。そうそうそう。ずっとタマモ買ったのに手放したのがなんかわけあるのかなって。タマモの経営難なのかな、そこ。ちょっとわかんないですけどねっていうね。そうそう。で、スピード10って、まあね、さっきジャントレーがスピードないねって言ったら、このスピードありますよっていうのがこれ。ロージズ。これはスピードあるよ、これ。ヘルのクロスも入ってるし、これはね、スピードは間違いない。ただ、ちょっと逆にね、パワーの方がどうかしらってなっちゃうわけなんだけどね。そうそうそう。301が馬体よく見える。いかにもダートで走りそうな血統とか。301？ ちょっと待ってよ。まずちょっと待ってよ。301。ティンパーか。高いぞ、これは。これ高いぞ、ティンパーは。あとこれちっちゃくなくない？これ。ちょっとちっちゃい感じがするけどね、これ。見てみようか、ティンパー。301、301。301。ちょっと待って、速射区。速射区の301。ちょっと見てみようか。随分粗い血統だな。ど、随分、あの、ロージズ？どっち？どっち？うん。どっち？ 301、301、301。ちょっとちっちゃいね。
これちょっとパワー不足になる可能性があるっていう、そうそう、随分渋いけど、これ、なんか俺、荒井って読んでしまったみたいな、そうそうそう、もう、だ A 氏に言うても、それはいらないから、マジで、そうそうそう、番号言って414、414、俺のはね、そうそう、ティンパじゃない、ティンパーカントリーっていうね、そうそう、弾もハゲですのクロスが効果的ですね、種付けしますか、イエスの、イエスみたいな、誰がダビスタだよ、誰がダビスタだよ、みたいな、これ、そうそうそう、ちょっとちっちゃいってね、350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 、高いんだよね、これね。そうそうそう。で、350は、これもちっちゃい。これもちっちゃい。151の172しかない。今日はやっぱ180近く欲しいよねっていうね。そうそうそう。で、414は、まあ、やっぱり、ロージズはもう基本的にヘイローのクロス。これがもう必須。スピードを補わなきゃいけないからね。で、まあ、プリンスキロ、ナスキロ的な。の入ってますみたいな。ただちょっと兄弟が、まあ走ったり走んなかったりっていうのあるから、ちょっとそこの辺ギャンブルだよねって感じは、さっきのジャントレッカーの逆パターンみたいな感じ。そうそうそう。だそこはちょっとね、困ったなって感じ。そうそうそう。ロジスメン。まあ、微妙かな。俺、スピードがとりあえず保証されてればある程度、いけるかなと思ってんだけどね。そうそうそう。まあ、さっきのちなみにこれ、ロージズ、同じようなデータで見るとすると、ちょっと待ってよ、ロージズインメイ。ロージズインメイ。っていくと、どれだっけ？これか。種。打って変わって、まあ、代表3区もいっぱい走ってる。まあ、中ね、弥生賞も走ってるし、みたいな。あとは、見てこれ。勝ち上がり率が異様に高い、これ。ほら。70%とか60%とか、地方だと。これは安心感あるよね。しかも、ほとんどやっぱり、まあ、母乳が万年ラブみたいな、いわゆるこう、凝縮系の、緊張系の血統か、まあ、ヘイローのクロスはほとんど入ってるみたいな、そこは抑えてるよね、みたいな。ってなると、まあ、いけると思う、マジで。ちょっとパワー不足はどうかなってわかんないけど、そうそう、いまいち .com で検索してもスマイヤー軍団引っかからないんだけど、どういうことみたいな、そこ何を探してますかみたいな、そうそう、ロジズインメイも短距離ってイメージがそんなにない。短距離ってイメージはないんだけど、パワーがね、ちょっと不足しないかなっていう、血統的にそのパワーを補うところが、この馬だと、まあ、プリンスキロもね、ちょっとやっぱ芝っぽい感じに出るんじゃないかなと、ナスルラも多分入ってるから、クロスとしてね、まあ、ヘイローもスピードでっていう、スピードはまあ間違いない。ただちょっとパワーがねっていう、そうそうそう、黒金7万返して、俺に8万4千返せっていうね、これ、そうそう、いや、まだある、もうなんとかいるけどね、そうそう、小回り専用機狙わないと、馬体良くてもコース向いてないと、馬鹿馬の、まあ確かにな、確かにそれはある。そうそう。だから、小回りっていう意味であれば、まあこの辺ちょっとね、ジャントレッカーはちょっと、辛いかなっていうのあるけども、まあ、その辺馬体でサポートできないかなみたいなね、能力でね。そうそうそう。で、これ以外で言うと、446、446、まあ死に身に、これもちょっと写真ないんだけど、死に身に、これもまあまあ馬体はあったと思う。446。これね。まあ、死に身にはブライアンズタイム入れときたいよねっていうところに、まあ、ちょっとこれは、ちょっとクリステイスだっけ？だからまあそのままじゃないんだけど、まあ一応スタートすると、セクレタリアとのクロスがあるんで、まあ、ミスプロもね、3号あるんで、まだダートも気に出るかなっていう、あと初子。だからその辺はちょっとまあ、ギャンブル性高いけどもいけるかなみたいな。そうそう。ファウルラブは触れない方がいい。ファウルラブどうなんだろうね。いや、わかんない。ありなのかもしれないけどねっていう、そうそう、パワー云々より小回り対応できるかどうか一番じゃないの、そのなんかバックでまくれるかどうかだろう、お前見てきた。いや、見てきた。だから、じゃ小回り血統ってどうなの？どれなの？みたいなね。だから、そこはノブジャック結構ね、ありだと思ったんだけどなっていう。ただ、大型馬選ぶとね、やっぱそんな小回り効かないよねっていう。ロージズはでもありでしょ、そこは。全然小回りだと思うんだけど。そうそうそう。で、あとは、これね、これは高いと思う。ちょっと馬体見てもらおうか、これ。これ。これはね、ちょっと、良すぎるかな、みたいな。馬鹿くまる、マジで。そうそうそう。273、兄が兵庫で参照してるし、写真もよく見える。牝馬だから多少安い。なるほどね。ちょっと待ってよ。273ね。だからそこのね、牝馬多少走ってるのか、中央でしっかり走ってるのか、どっちがいいんだろう、みたいな。ちょっとやっぱ、上は一応目指したいからね。意識はしたいからね。そうそうそう。473。これか。スターリングローズが芝っぽいんだよな、なんか。ダートのイメージがないんだけど、これ。そこね。そうそうそう。馬体重って出ない。馬体重ね、出てなかったね。出てなかった。なんだろう。まあ確かにね、ダート向きな感じな、
おう、体はしてるけども。おう、そうそうそう、273。ただね、直射どうなの ?273。273。おう、あ、割とあるね、割とある。ちょっと範囲が細いな。足が細い、手足が。おう、すがる感じあるかもしんないけど、それは心配だね。おう、19センチ切ってると結構ね、細いよっていう。そうそうそう。おう、もりもりとし、どんな体、ね、どれ、番号をね、つけてくれるとありがたいですよ。これね、これ。うん。これは金引き。うん。まあ、いいよね、そら。おう、これはね、何番だっけ ?464。うん。464、金引きに。おう。まあ、これは普通にいいよね、みたいな。おう、ミスポの 3×4 が入ってて、おう、まあ、他に邪魔するのもないし、みたいな。おう。まあ、いいよね、みたいな。このね、尻尾の角度とかが、割とこれ、友の発達具合をこれ、彷彿とさせるよね、マジで。おう、そうそうそう。マーベラス92円上がってんじゃん。ふざけんな、彼女。やめて、なんで妨害すんねん、みたいな。俺の人生妨害しないで、みたいな。そうそうそう。だから、高いと思う、多分。うん。引きりね、いいんだけど、高いと思うんだよ、これ。で、これ買えなかったら、いよいよ最終日は、これ、サマーセルと、あと、セレクションの売れ残りしかなくなっちゃうから、おう、もういよいよ本当終わりだなって感じになるから。おう、だから、なんとかここで決めたいんだけど、これは高いだろうなぁ。うーん。これは300で買えないだろうっていう、おう、感じ。まあ、走りそうだけどね。おう、パワーはありそうだし、これ。うーん。井田先生もまあ気に入ってくれるだろうっていう。まあ、兄弟はそんなに走ってないんだけどね。とりあえずまあ2投目ってことで。そうそうそう。おう、まあ、多分相性もね、おう、まあ、ミスプロ持ってきてって感じで、おう、いいんじゃないかなみたいな。おう、そうそうそう。おう、まあ、シンプルでね。おう、見とれずにスプロのクロスみたいな。おう、金引きが一番待つのにないものが名前が入ってる。どういうことだよ。金か。おう、金か引きかどっちかみたいな、これ。そうそう。おう、今までの中では464。あ、まあ、今までの中では464番ね。うん、いや、俺もそう思う。でもね、これ最後なんだよ、順番的に。で、これ落とせなかったら、500とか言われたらほんと死んじゃうんで。おう。だそこはちょっともう優先順位つけて頑張るしかないみたいな。そうそうそう。おう、待つのは明日の予算いくらなの結局250はマックス。だから馬による。おう、もうこの馬で、もう確実にダービー狙えるというのであれば、ね、400と500でも、それはもうちょっとかき集めてきますよ、みたいな。そうそうそう。ただ、やっぱりそこはちょっと、あー、まあ、しんどいみたいな感じ。おう、なのであれば、やっぱりね、おう、ちょっと難しいですねってなってしまうよね。うん。ただもう先生もちょっとね、のぼちゃんが落とせなかったのは結構ショックだったみたいだから、うん。まあ、なんとかね、いい馬を引きたいなと思うんだけども。おう、ジャイアントレッカーだからそういう意味で妥協はしたもん。ジャイアントレッカーダメかな、これ。もう馬体はいいんだけどね、馬体は。うん、そうそう、ちょっと馬体、いや、短いぐらいがいいんじゃない?小回りだと。小回りだとやっぱりね、顔がちっちゃくて、機動力がありそうな馬体。やっぱそこ、だからね、そうそうそう。だからそこはやっぱり、これぐらいのコンパクトな感じがいいのかなっていう。あとはこの張り出た、友と、ね、これ、ね、たくましい胸前、いいんじゃないでしょうかみたいな。そうそうそう。かき集めてくるのがいい。いいだろ、それはもう、どっからでもっていう。そうそうそう。まあ、これ、俺的には414の方が、まあ、ちょっとな、パワー不足かなってなるけど、スピードはまあまあ、いけるんじゃないかなって思うから、地方のダートのやっぱり勝ち上がり率がね、激しい。ロージーズは。うん。これちょっとやっぱ力強いよね、これ。おう、7割だよ。6割から7割勝ってるっていう。うん。マジで。おう、だからやっぱこの辺は、データがやっぱり物語ってるんで、おう、まあ、いけるかなみたいな、マジで。そうそうそう、おう。最賃シャルってどうなんだろう。あんまりいいイメージないかなみたいな。ちょっとね、おう、まあ、ミスプロで、最賃ペガサスだっけ。おう、まあまあ、悪くはないんだろうけどね。そんなにこう、目立たないかなみたいな。おう、435、435。おう、ちょっと待ってよ、435。435。435。おう、これか。お死に身ね。そうそうそう。死に身はブライズタイム。あ、ちょっとね、長いな、足が。おー、これちょっと成長があんましないタイプって感じ。まあ、顔とかね、ちっちゃいのはね、これ、可愛くていいんだけど、ちょっとね、手足が長い。これは、あ、ちょっとあんまり、怪我もしやすいし、成長もあんまり期待できないタイプっていう。おー、そうそうそう。だからそこちょっとなっていう。うん、血統はいいかもね。おー、435。おー、そうそうそう。体高が高いんだけど、体高こっちか。対抗はあるんだけど、胸まあまああるね。まあまあある。うん。ちょっとね、この手足が長いのは、調教師結構嫌うっていう。おー、ね、スラッとして見やすいんだけど、まあ芝馬だったらいいんだけどね。だったらちょっときついかな、みたいな。ジャイアントはスピードがどうかだろうね。414はこれってのがない。446は、464かな?共和牧場は捨てた品系だから微妙だけど、祖母のレディーシークレットは超メリー。マジか、マジか。ちょっと待ってよ。446って464のこと言ってないよ、俺ね。446で合ってますかっていう。446。これ?
俺か。俺、これ見て、え？これなんだっけ？ 4-4 のこと俺言ったっけ？あ、そうか、死に身か。うん、そう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 。うん、まあでも、ねえ、ぶっちゃけ、これは、決闘でどうって言われても、そんな自信があるわけじゃないんだけど、あるとしたらやっぱ、金木の方かな？うん、金木の方が、なんかちょっと魅力的に感じるかな、みたいな。うん、そうそうそう。28にそうなんよね。ジャイアントレッカーは割とギャンブル感じ。そう！俺もね、じゃあ君たちね、俺もちょっと混ぜてくれって感じなんだけど、ジャイアントレッカーで悩んでんだよ、これ。飯田先生、とりあえず見てきよもらおうと思うんだけど、スピード不足がね、やっぱ否めないんだよね、これ。おー、どこだ？ジャイアント。ジャイアント。おー、これか。馬体が非常にでかいしね、まず。おー、まさにそのなんかスピード不足をもはや暗示してるかのごとくなんだけど、おー、やめといた方がいいかな、やめといた方がいいんだ、もう飯田先生言わないんだけどね、これ。おー、そうそうそう、確かにジャイアントは怖いな、あまり聞かない。ジャイアントちょっと見てみようか。これちょっともっと、これも同じように見てみようか、さっきのやつで。おー、ジャイアントレッカー。ジャイアントレッカーで、種。うん。まあ、こんな感じか。パーセンテージで言うと、まあまあ、低くはないよ。おう、普通に半分は勝ち上がってるから、地方は。うん。マジで。おう、8号な。8号ならちょっとね、その明日から、またちょっと明日っていう。そうそう。389。389、389、389。389。うん。27にはスピードあるなら、かなりバック。そう。いやね、俺それね、スピードの部分はさ、やっぱり、もう本当にそのストーンバードと、ニジンスキーのその、いわゆるニアリクロス、そこにかけるしかない。あのね、そこは結構ね、あると思うんだよ。おう、マジで。だからそこは、あると思う。だからね、あとそこを盲点としてやっぱ狙っていく。それぐらいやらないとやっぱり買えないっていうね。おう、そうそうそう。おう、449。449のと、動画見ようか、これじゃあ。おう、そうそう。動画、スパイキュールか、スパイキュール。おう、割と悪くないな。どれがっていうね、どれがっていうね、そうそうそう。288でかいし、いかにもだとはしと。まずはちょっと動画見るか。おう、スパイキュールってどうなんだろう。うん。スパイキュールってどうなのか俺わからないっていうね。そう、これ。ちっちゃいね。もうこれ頭が抜けてもうちっちゃいねっていう。この人がなんか巨人で2メートル80センチぐらいなければ、もうちょっとちっちゃいなみたいな。おう、なんかまたげそうみたいな。おう、ちょっと厳しいかなみたいなね、これ。そうそうそう。おう、まあ、どうだろう。おう、まあまあ、全然歩き方はね、いいんじゃないかなっていう。ちょっとなんかちっちゃいな、これ。おう、ちっちゃいかなっていうね、そうそう、おう、288ね、ちょっと待って、ちょっと一回閉じますっていうね、パケットが、うん、なくなるっていう、そうそう、おう、288、ちょっとゆっくりっていうね、288、288。うん。だ、それ、あ、スウェプトか。ニポポね、俺、これも見たわ、確か、ニポポ。おう、スウェプトって大物ってイメージがないんだよね、あり得るね、トニービー。どうなんだろう、これ。いや、なくはないなとは思ったんだけど、おう、これは見た。でも、スウェプトね、あんまり、そんななっていう、おう、そんなな、ちょっと妥協した感じが出ちゃうな、みたいな。そうそうそう。ジャイアントレッカーが400番前後なら勝負、そうなんだよ。うん。だから、深追いはしないっていう感じ。おう、だと思ってる。だそこはちょっと飯田先生にちゃんと伝えなきゃなと思ってるんだけどね。そうそうそう。な、俺のカメラが止まってる。まあいいか。そうそうそう。アメリカダート決闘だから地方の深い砂が合わないような気がする。アメリカダート決闘、あ、ジャイアントレッカー？おう、でも、地方の、勝ち上がり？あ、これか。おう。は、半分はいってる。うん。で、ロージズが、まあ、7割強か。まだ、ロージの方が高いは高いんだけどね。そうそうそう。これ前に見てると、これどれみたいな。あ、スパイキュール？うん、そうそうそう。しかもジャイアントレッカーってもう死んで、あ、死んでんだ。マジか。うん。まあ、ラスト、なんだっけ、ブリードっていうのはわかんないけど。そうそうそう。ちょっとね、うん。気にはなってる。おう、だ、速尺でかいぞ、これ。だって、200、なんだっけ、72？ おう、188とかこれないから、マジで。おう、太鼓153。めっちゃでかい。おう、そうそうそう。おう、蝶の勝ち上がり細分化したら間違いなく門別に勝てる。マジで？そんなに、そんなかな？おう、そんなか、ちょっとね、そこまではどうやって見たいかわかんないから、おう、なんとも言えないけども。そうそう、あ、これか。3区、待ってよ。3区、どれ見たいんだ、これ。おう。3区出走表、これでいいか。うん、そうそうそう。エンドスイープで3.8か悪くないと芝っぽいが、なんせとニービンが入ってるから。あ、さっきのね、さっきのね、こっちね。うん。どうだろう。やっぱりなんかスウェプトだったら、やっぱりアンバー車台のイメージが欲しいよね、みたいな。うん。安直だけどね。
おお、悪くはないんだけどな、これ。エンドスイープでしょ？ちょっとスエプトっていう発想があんまなかったっていうね。おお、そこなんだけどっていう。272の精査者はこの牝馬にダート系つけてるんで、これは一応ヒントになる。あ、そうそう。だから、一応兄弟はダートで中央の勝ち上がりは全然いってるんだよ。でも、ただ、やっぱり長い距離。長距離、スピード不足は否めない。でも、中央で、とりあえず勝ち上がれるぐらいのスピードはあると。ラストグループか、ラストグループね。そうそうそう。だから272はね、すごく今後の俺自身の運命を変えると思う、マジで。これ。深追いはしない。200万以上は多分もう全然いかないけど、あるんじゃないかなっていうね、これ、マジで。これ。なんかやっぱ気になるんだよな。まあ、多分200じゃ落とせないと思うけどね、多分。これちょっと別の馬か。ニポポはね、なんだっけ、288か。ニポポはね、なんだっけな、なんかね、ちょっと引っかかってない、288。ちょっとちっちゃいんだよね、これも。名前、その170しかないっていう脅威が。ちょっと心配能力に何ありかな、みたいな。そうそうそう。これ、気になるんだよ、このジャイアントレッカー、これ。298、298ね、ちょっと待ってよ。298、298、298。デジタルね。デジタルってどうなんだろう。わかんない。いいよね。高馬体なんだよ、これ。ヤマニンキングリってイメージがあるんだけどな。なんか、どういう系を持ってきたらいいのか、これね。ちょっともう勉強不足否めないみたいな。そうそうそう。これね。前のトップなのか。まあ、ブライアンスタイム入ってるもんね。とりあえずいいだろうっていう感じはしてるけども。まあ、ミスプロのクロス買ってもいいんじゃないかな、みたいな。確か。アグネス・デイ・チャーチャーが結構アウトブリードだから、ボケには結構緊張ケット持ってこいっていうのはまあね、ロージと一緒かな、みたいな感じ。そうそうそう。261。261。フサイチ・リシャールね。いかにもリシャールみたいな、これ足毛みたいな。そうそうそう。フサイチ・リシャールも、なんかね、やっぱ一応、ちょっとね、ダートのトップ狙ってきたよねっていうのあるから、そこはな、みたいな、ミスプロ44か。まあ、ちょうどいいよね。ちょうどいい。どこでこれクロスしてんのかな、これ。アグネスデジタルでクロスしてんの、これ。そうそう、映画。ガボラどうしたか、もう、かん、かん、か、変えんかったっていうね。もう変えんかったの今日でっていう。そうそうそう。に、まあ、272でちょっとね、勝負かけてみようかなとは思ってんだけどね。そうそうそう。261って見たっけ？これね、フサイチリシャル。ちょっと、まあ、サシシャルが、ちょっとわからんっていうのがあるんだけど、兄弟は、兄弟はまあまあ走ってるね。まあまあ走ってるけども、まあ大きいとこちょっと狙うんだったみたいな。馬体はいいな、でもこれ。馬体はいいけどね。サシシャルってね、なんか M の法則で LK ってイメージがあるよねっていう。そうそうそう。なくはないとこ、でもクソ松が勝負かけるのは感じはない。だから、272はちょっと安かったらな、みたいなね。そうそうそう。一個だけ聞きたいんだけどさ、兵庫を離れた今、調教師に乗ってがないって理由以外の束に馬を入れない理由って何？いや、もちろん今回は飯田先生頼んでるからそんなわけがないんだけど、まあね、今までの流れ、もう一回だから一からその信頼関係を調教師とやっぱ作っていくっていうのが、やっぱもう3年かかってようやくって感じだから、それをもう一回ちょっと他城でやるのが、まあ近いというのもちょっと辛いかなみたいな。めっちゃ金持ちだったらいいけどね、俺みたいな貧乏に相手にしてくれるとこ少ないだろうみたいなね。そうそうそう。まあこれだったら、そうだな、まあ3で入ってるし、DPT でしょ？まあこういう配合になるのかな。そうそうそう。とりあえず、261の、速尺を見てみますってことで。でも村前ちょっとないね。対抗はいいんだけどね。ちょっと薄っぺらい感じが、しますっていう。厚さがね。厚さが。そうそうそう。あと兄弟かなみたいな。そうそう。長文でごめん。ただ距離の心配してるとかさ、幅は広がる。まあ、確かにね、だから、金持ちになったら、だから、この馬で金貯まったら、どんどんね、手は広げていこうと思うんだけど、今、まずね、本当に、もうなんだろう、自分で自分の飯食えねえ馬ばっかりだから、まずそこなんとかね、どげんかせんといかんっていう、宮崎だけに、そうそうそう、長男に馬預けようや兵庫なんだ。長男先生はちょっとね、いろいろこの、不手際がね、私の方にございまして、ちょっとね、いろいろまあ、揉め事がありましたので、なかなかちょっとお声がけしにくいっていう状況でございまして、みたいなね、そうそう。なんかもうカメラがね、がっつり止まってるんだけど、ジャイアントレッカーはね、どうしてもこれはもう鍵になる。まあ、井田先生が見て、もうね、ないって言われたらもうそれまでなんだけど、これ。スピードは、ないと思う。多分。だからそこはもうね、ちょっと覚悟しなきゃいけない。ただ、まあ、そのニジンスキーとこのストームキャット、
の部分でなんとか補えないかなっていうところはあるんだけどね。そうそうそう。に誰がニートバだよっていう、これ。誰が、うちにニートバいっぱいおるわっていう、これ。そうそうそう。すっきりした薄い馬体だと、ちょっとお前のポリシーは、俺のポリシーってなんだっけ？そもそも、そんなんかあったっけみたいな。でもまあ、ね、皮膚そうで、うん。バランスがいいよね。あまりにもバランスが取れてて、逆に心配な感じもするけども。ただまあ、かなり馬体がでかい。もうそこだからもう安心感から、もう500キロ間違いなしみたいなね。そうそうそう。だからまあ、言ってしまうとね、値段上がっちゃうかもしれないんだけどね。そうそうそう。長男的。まあ僕はね、そう、敵になってしまったみたいな。そうそう。で、こんな感じで、もうね、ほんとね、こう順番がね、もうほんとなんか難しい。これまで最後だったらね、ジャイアントレッカーで、まあちょっと多めにやってもいいやなってなるんだけど、もうちょっとこうなってしまうとね、みたいな。マジで。272がもし松野の手元に来たら先行式の先方だな。まあそういうことはね。もうガンガンに押してみたいな。そうそうそう。ネタの時に新馬買うんやったら3頭のうち1頭切っとけよ。もう情けんではね。まあそれはね、情けだけではなんとかできんわっていうのは、まあちょっとぶっちゃけ言うと、飯田先生にはもう話してる。ジャパンのことは。やっぱ最近出足が悪いし、もしかしたらこれ先、あんまりね、長くないんじゃないでしょうかっていう話は、まあしてるから。まあ、そこはちょっと様子を見ながらっていう。そうそうそう。デクノボーのか。まあ、ちょっとね、スピードがあんまりなくてみたいな。ただ俺の感覚で言うと、ただのジャイアントレッカーじゃなくて、一応こう、ストームキャットからの二陣スキーかかってるとこあるから、ニアリクロスで、そんなね、全く持ってっていうのと、兄弟もまあ一応走ってるから、全く持ってることはないかなみたいな。277ね、これね。これか。ちょっと皮膚はね、ちょっと見づらいけども、曇りだったのかなみたいな。光当てた割にはみたいなね。ちょっと皮膚厚そうみたいな。そうそうそう。277は、ちょっとちっちゃいね。174っていう。155対抗155のね、脅威174でしょ。さっきのジャイアントデッカー、対抗163の脅威188だから、これ。多分こんなのが一番でかい、この頂上の中で。そうそうそう。今のところジャイアントデッカーの代表参考になってるジャイアントスターを画像検索したに似たような感じではある。なるほどね。水沢の方か。水沢で確か重賞取ったっていう、そうそうそう、CG みたいな、CG みたいな写真っていうね、これ。ちょっともうちょっといい写真撮り方なかったのかしら、みたいな。そうそうそう。なんで、まあ、あると思うんだけどな。まあね、出かけりゃいいってもんじゃないって分かってんだけど、あると思うんだけどな。足もね、まあ普通に、まあちょっとへこんでるかなってイメージあるけど、まあまあまあまっすぐで、ちょっとこの辺もね、つなぎもちょっと怪しい感じはね、よくよく見たらするけども、まあ全然いけるんじゃないかなっていう、感じ？そうそうそう。444と、これか。俺は待ってるでね。そう、俺は待ってるぜってどうなのっていうところ。あえて俺はちょっと俺は待ってるぜはとりあえず飛ばしてたんだけど、まあこれもラストクロップってやつか。ねえ、どうなんだろうなみたいな。まだいくかな、俺は待ってるぜは。でも死んじゃったけどね。そうそうそう。何をつければいいのかなっていうところにそもそもよくわからないみたいなね。ジャッジアンチェルチー、わからんけど、ダイナカールみたいな。何つけたらいいのかなみたいな。まあ、一応サンデーなんで、ミスプロみたいな感じで、まあ、つけてるんだろうけどね、これ。悪くはないんだろうけど。まあね、俺は待ってるんですけど、馬鹿もあるしね。スマイル軍団最大のマニア。そうそうそう。めっちゃでかいよ、多分。でも、でかかったね。終わりみたいになりそうで、ちょっと怖いみたいな。そうそうそう。444は、割とね、胸前はある。対抗はまあ普通だけど、でもいいんじゃないかなっていうね。そうそう。だから、俺はマテレサンクで割とそういう感じなんだよ。いいんだけれどもっていう感じで。だから、一応先生にもね、俺はマテレで一応一人見てくださいねってお時間、もうちょっとね、もうちょっと、ちょっと3分くれたから、そうそう、感じなんだけど、なんかな、みたいなね。やっぱこうなんか踏ん切りがつかないっていうか、データがまあちょっとね、俺はマテレでと、俺はマテレでと、で検索して出てくるとやっぱ種でね、まあ、地方を見てみると、まあまあまああるんだけどねみたいな、いけてるんだけどねみたいな感じだけども、まあ抜けきれてないみたいな感じ、77位、72位、74位みたいなねこれ、だそうするとやっぱまあさっきのこれ順番でいくと、まあロージスが一番まあ成績良かったなみたいな、まあジャイアンツ構図でもねちょっとね、どうかなってあるけども、一応まあ賞金も含めてみるとやっぱりこれ、まあ抜けてますね、ロージスさんみたいな、まあ去年こそねちょっと低いけども、まあ安心感あるよなみたいなね、そうそうそう、一応俺は待ってるぜでエアグルーブの系統じゃなかったっけ、だっけ、
おお、そうだ、ちょっとあんまそこまで詳しく見てなかったけども。おお、あんまりだからね、イメージがこう、おお、俺は待ってて、ちょっと花ズゴールドぐらいしかちょっとパッと浮かばないみたいな。おお、どうなのかなっていうね、そこ。まあまあ、悪くはないんだけどね、そのパンチあんのかなみたいな、これ。おお、まあ、あと兄弟がね、ちょっとこれ、本場の他に3区割りってなってるけども、出てないみたいな。それがちょっとね、心配みたいなね。そう。早ゲーム3区で待つが気になった。早ゲームはね、もうそもそも芝かなって思って。うん。だからそこはもうちょっとスルーしてる。そうそう。でかいけどね。そうそう。カーリーエンジェルは第7カーの3区で。なるほどね。おお、なるほどね。っていうことでね。そうそうそう。だから、まあ、ないことはないと思うんだけどね。俺は待ってるでも。ただやっぱ確率の方で、ちょっと確実にやっぱ今回は走る馬が欲しいっていうところで、やっぱダート成績。おお。272なんだよな、気になるのは。おお。なんかな、俺がカットなんかほんと走らないっていう、まさに君たちが言う話じゃないんだけどさ、まああんまりね、これクロスもないし、健康状態には問題ないと思うし、うん、あるんじゃないかなと思うんだけどね、これ。うん、マジで。まあそんなに深追いはしない前半だしね。うん、で、飯田先生見てもらって、良ければみたいな感じ。お、俺的には414なんだけどな、これ。ないかな。414。お、これ、牝馬で、ロージス。お、まあ、やっぱ数字が表してるところってやっぱヘイローのクロス入ってて安心感。スピードは絶対ある。おう。ただまあパワー？うん。そこはちょっとわからんっていう感じになるかなみたいなね。おう。だこれを、まあちょっと、まあしっかり出せてみてもらって、いけるようであればちょっと行ってもらおうかなと、おう、いう感じでございます。で、じゃあね、ちょっと今日はエンディング流します。ね、ってことでね、はい、いうことでね、今日はオータムセル1日目ということでね、のぼちゃんが もう買おうとした馬がね、まあ、ちょっとごやさんに開きがっていうことで、もう残念ながらちょっと手が届かずっていう感じでございましたと。ただね、もうちょっと3日目は完全にサマーセルと、セレクションの売れ残りになってしまうんで、これ確実にちょっと明日、切断されました、どういうことねみたいな。ということでね、明日は確実に落としに行かないと、もうちょっと本当に死んでしまうということで、最終日に持ち越すことだけはちょっと避けたいというところがあるんで、なんとかね、まあ、頑張っていきたいと思いますということでね。明日は、オータムセル2日目ということで、まあ、おそらく、なんだろう、これがもし落札できなければ、もう最終日、元でなってしまうんだけども、まあ、再上場含めて、うん。もう一回切れるなというかね、もう俺に言われてもみたいな、ちょっと、ちょっとまあ難しいところもあるんで、なんとか明日